横置きエンジンの例横置きエンジンとは、エンジンのクランクシャフトが進行方向に対して横方向に搭載されているエンジンのことを言う。英語では、トランスバースエンジンがフォーマルな言い方だが、自動車前方を地図の北に見立てて、イースト・ウエストエンジンという言い方も広く用いられる。縦置きエンジンと比べたとき、全長を抑えて居住空間や積載空間を広く取れるため、 大多数の前輪駆動車が横置きを採用している。また、エンジンという重量物をなるべく中央に近いところにまとめ、完成モーメントを低減するためにも、一部の MR 車、RR 車はこの方式を採用している。中にはランボルギーに三浦のように V 型12気筒の巨大エンジンをミッドシップに横置きした例もある。一方で FR 車は、プロペラシャフトを通す都合上、 縦置きエンジンを用いていることがほとんどである。横置きエンジンの前輪駆動車で、自夜交差式にトランスミッションを配置すると、デフが片側により、ドライブシャフトが左右不等調となり、トルクステアが発生するという欠点がある。また、ミッドシップの場合、トランスミッションがエンジンと一体となった、横置きレイアウトでは、駆動輪付近に重量物が集中して、 適正な前後重量配分が取れなくなるため、スーパーカーを含む一部のスポーツカーでは、モンディアル T や348以降の、スモールフェラーリのようにエンジンを立て置き、トランスアクスルを横置きとする、または、チゼータ V16T のようにエンジンを横置き、トランスアクスルを立て置きとすることで、これを改善している。近代的なリアエンジンバスでの横置き搭載は、 1930年代以末に GM が発表して一世を風靡したアングルドライブを採用したトランジットに橋を発する。これは車体後端に横置きされたエンジンと車体中心線に対して約65度変更させたトランスミッションとプロペラシャフトをクラッチの直後に置かれた傘歯車でつなぐもので同じ長さのボンネットバスに比べて客室長を大きく取れ、かつ 客室後部に張り出すエンジンルームによるデッドスペースも限りなく小さく抑えることができるパッケージングで一気に普及することとなった。しかし、搭載できるエンジンの寸法に制約があること、傘歯車はコストコート騒音の原因となること、アイドリングや変速時に車体長手方向の曲げ振動が大きいこと、他の方式に比べ、トラックのと 部品共有の面で不利となることなどの端緒もあった。第二次世界大戦後の欧州では国によって差はあるものの大型バスでもキャブオーバーが楽しめる割合が高くリアエンジンバスも縦置きで発展しており横置きエンジンの登場はノンステップバスの普及と気を一にする。これらとは別に空港のランプバスなどに導入例があるネオプラン N912 サンライナーは 大型バスながら横置きエンジンの前輪駆動方式を採用しており、前輪付近のエンジンカバー部を除き、車体後端までノンステップの調停掌を実現している。このため、車体背面にもドアを設けることができ、一度に全ての客が乗り降りするランプバスでネックとなる乗降時間の短縮に効果を上げている。日本のバスではマイクロバスを除く中型から、 大型までのリアエンジン式路線バスのみに見られる。ノンステップバスにおける横置きエンジン民生デーゼルがリアに横置きされた2ストロークエンジンとアングルドライブのレイアウトを組み合わせたコンドル号を1950年に発表する。1955年には GM とのライセンス契約によるユニフロー早期式の UD エンジンに置き換えられ GM 方式を忠実に再現するに至った。また、 民生指定のコーチビルダーであった富士重工の車体デザインも GM バスのスタイルに強く影響を受けていた。しかし、民生は1960年に発表した 4RK 以降、すべてのリアエンジンバスのエンジンを縦置きに変更した。三菱不走のリアエンジンバスも1955年に横置きと縦置きの両方でスタートしたが、2ストロークの利点を生かした。 直列34気筒エンジンを主体とした民生に対し、負償は大型バス用に直列6気筒エンジンしか持たなかったことから、整備性が悪く、縦置きに比べてエンジンの振動とギアの騒音も大きかったことから、横置きエンジンはすぐに廃止されている。一方、昨日野はセンターアンダーフロアエンジンで水平シリンダーの縦置きエンジンに洗弁をつけ、その後イスズがリア水平縦置きを発表。 日野と4ストロークエンジン移行後の日産ディーゼルもこれに続いた。不装のみは水平シリンダー式を投入しなかったが、磁気録シリーズの他にコンパクトな V6、エンジン搭載車を併売し、1車のみ過大なデッドスペースを放置していたことに対する顧客の長年の不満に応えた。この結果、日本の路線バスはすべての車種が一旦は縦置きエンジンとなっていたが、 東京都交通局が企画、国内エンジンメーカー4社との共同開発によって、誕生した都市型超低床バスに採用され、その講師はかつて予置機方式から撤退した、三菱不走となった。これ以降の超低床バス、それに続く、ノンステップバスの普及拡大に伴い、キャブオーバー型のマイクロバスを除いた、中型から大型の路線車に再び予置機エンジンが、 見られるようになった。小型会の要求から、二代目比のポンチョでは、横置きトランスミッションの上に、横置きエンジンエンジンを重ねるレイアウトを取っている。しかし、2000年代の半ばになると、コストダウンを狙い車内前半部分のみを、ノンステップとした、ノンステップバスが、大型、中型ともに主流となったことから、国産の大型、中型バスから、 横置きエンジンは再び姿を消した。ホイールベースを伸ばすと、重心も後ろへ移動する一方、市販車改造ではないレーシングカーは、ほぼ全てが縦置きエンジンであるが、フェラーリ 312T のように、トランスアクスルのみを横置きとしたものもある。俗に、ひな壇と呼ばれる。ありがとうございます。